世界の偉人でなくとも、競馬ファンの誰かの偉人に。どうも、えー、そういう理念を掲げ、おかげさまで愛されて2年と1ヶ月、馬券術の発信活動をやってます。競馬 YouTuber のカドちゃんです。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も自分の意見を人に発信し、その人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたり、そんなことを通じて、人の現状を良くできる、そんな人はかっこいいなと思い、そうなりたく、 バケンスの発信活動をやってます。競馬 YouTube カルちゃんです。でさて今回はですね、えー、4月の20日から東京競馬の開催が始まりますが、ここで狙いとなる関西馬、この見極め方についてお話します。えー、今回の内容を理解していないとあなたは、周りはバケンを当てて、よしよしと、おいしいバケン取れたと、そんな風に言うのを聞く中で、あなたは自分が勝手ない馬が真っ先にゴールするシーンを目撃し、 ドア,アップで自分が勝ってない馬が映る。そしてため息をつくほどなってしまいます。自分が負けて悔しんでいる中に、いや、当たった当たったと、喜ぶおっさんたちの声が耳に入ってきて、黙れよ、マジだ、当たったとかマジ黙れよ、と。そんな風にったら嫉妬するだけになってしまいます。競馬が終わった後の夕方、え、セッカをもう一度見直すも、やはり馬券で負けたという結果が変わることはなく、 あの、まさイ買ってればなと、えー、そう後悔しても現実は変わらず、また JRA にお金だけを落として帰る、えー、そんなありがたいお客様になってしまいます。でも今回の内容を理解していればあなたは他人の予想やオッツに惑わされず、そして感情に流されず、狙うべき馬をしっかりと狙い、馬券を的中させることができます。えー、では、そのために知っておくべきなのが、この関西馬、東京の芝に出走する関西馬の 狙いとなる関西馬の見極め方ですえ。どういうステップを踏めば、これが見極めるかというと、二つです。はい。え、一つ目は、まず馬の過去成績を見てください。過去成績です。はい。二つ目、これがめちゃめちゃ大事です。何かというと、その馬が、京都の芝と中京の芝で三着以内に入ってるかを見てください。その馬が京都の芝、そして中京の芝、この両方で三着以内に入った経験があるかを見てください。 なぜこれが大事かと言えるかというと、東京競馬の芝というのは、左回りの直線が長い、直線に逆なるコースです。時計が速い芝です。はい、で、中京は左回りの直線が長い、直線に逆なる芝。で、京都が時計の速い芝です。なので、この2つを掛け合わせると東京競馬と同じになるんですね。なので、えー、関西馬、東京に出走してくる関西馬を見る際には、 中京、そして京都で構想歴があるか、これを見るようにしましょう。あれば狙いです。えー、それでは今回は以上です。ありがとうございました。えー、最後に一つだけあなたにお知らせがあります。えー、最新の帯風馬券ス層全貌、1200人が目から男と言って2年1ヶ月愛されて,てきた馬券ス層全貌は、各期動画説明などのブログリにクにッチを明かします。えー、なぜここで話してないかというと、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。 今、動画を聞いてくださっている、あなたが、今このタイミングは、一番あなたが情報を受け取る受け取るとしてなってて、バケンに住むも今一番頭に入らしいです。なので今すぐ書き出おすすめなブログの方をクリックしてください。それでは今回は聞いてくださり、本当にありがとうございました。失礼します。